今日もね、毎度おなじみの38年使ってる東海のねスプリンギーですけど、これね昨日ね、昨日の夕方ねピックアップね久々にねまた乗せ替えました。あのフロントはね、東海のオリジナルのままで、ね、前と一緒なんですけど、リアをね本当何年かぶりにね、これダンカンのね SSL の5にねまたねちょっと久々に、ね、戻しました。うん、もうねこれかなり古いやつなんだけどね、一時期使ってたんだけどちょっとねなんていうのかな、パワーがねありすぎてねちょっと、中域にね音が集中して、なんていうのかな、ちょっと音抜けがねいまいちなんだよね。これパワーはめちゃくちゃあるんだけど、ねレイボーン好きな人はね結構これ使ってる人多いんだけどね、フェンダーのテキサスよりかなりパワーあるんだけどね、これね直流抵抗で言うとね13キロぐらいあるんだよね。で今までつけてたのがね同じダンカンのこれがね SH1 というハンバッカーなんだけど、これね結構好きなんですよ。音のねこの広域のキレもいいしね、これでもね8キロちょっとなんだよね直流抵抗ね。だからこのハムバッカーよりこいつのがねまあ巻き数が多いっていうかね、あのパワーあるんですよね。巻き数も多いし、ストラトはねストラトのシングルは、ポールピース自体がねマグネットになってますからね、やっぱりパンチはねありますからね。ただね今回はもうルックス重視、なんか久々にねこのシングルコイル2発のねルックスにねちょっともう一回したいなってことでね。でこれエスカッションもね、これはおまけなんですけどね、おまけっていうかねつけてやるだけ。なぜかというとね僕ピックアップはねほとんど直付けなんですよこれ、だから別にエスカッションなくてもね全然問題ないんだけど、これはただ見た目重視、はめてあるだけでね、下へ、スクリューでね打ち込んでありますからね。で、やっぱりねちょっとかなり低域にね音が集中するから、前のね SH1 の場合はね今ねオーバードライブ通してあるんだけど、 TS9 ねチューブスクリーマーでもね結構相性良かったんだけど、やっぱねこいつに乗せ替えたらね、これね OD9 だけどね、TS9 とねほとんど同じような音なんだけど、微妙にやっぱり広域の抜けがねいいんですよ OD9 の方がね。だからこいつの方がね相性全然いいなと思って、今日ちょっとねお昼やっててね、ちょっとこいつに乗せ替えたら TS9 はねちょっと音がねブーミーになりすぎちゃうんだよね。まあトーンもね上げればいいんだけど、そうするとまたこうチューブスクリームの美味しい部分がねちょっとなんかなくなっていっちゃうからね、広域をこうトーンを上げてもいい感じでバランスが取れる、まあ OD9 の方がこいつこのSSL の5には相性がね、なんかいい感じですね。バンドで使う場合はね、うちはどっちかっていうと、このセンターね、ミックス。こういう音でね、使う方がね、バンドではね、多いんですよ。音ね、
段ね、バンドで使ってる音はこんな感じですね。でね、それで、この前ね、ちょっとお便りいただいたんですけど、これなんか気になった方がね、おられてね、何ですかっていうことでね、これブログにもね、前載せたんだけどね、これね、ここを支点にしてね、こうやってね、ちょっと上に持ち上がってんです。で、その上に、このシンクロのね、トレモロを乗っけてあるんですよ。うん。で、まあ普段はね、押し付ける感じでね、アームアップはできないようになってんだけど、で、これをこっちへね、外側へこう回すとね、アームアップもできるようにしてあるんだけど、なんでこれやってあるかっていうとね、まあバンドで使うときアップで使うことは少ないんだけど、まあたまにね、遊びで、こう、ハードにやるときにね、ちょっとアップしたいときね。うん。あと、ま、ジェフベックをね、ちょっとたまにやるときにね、アップしたいなってときがあるんですよ。うん。まあ、普段はこう、入れてあるんだけど、で、まあ、別にね、使わないときはベタで直付けしてもいいんだけど、このボディにね、密着させてもいいんだけど、なんていうかな、こう、戻したときにね、このシンクロの、この、台座っていうかこのフレームがね、ボディに当たるときにね、カタカタ音がするのがね、嫌なんですよ。で、このバーがね、上にこう持ち上がってるから、こうアームをね、戻すときに、ゆっくりボディにこう当たるんですよ。音がね、カタカタしないようにね、消音も兼ねて、このね、バーが入れてあるんだけどね。うん。まあ、ルックス的にはね、ない方がいいと思うんだけど、まあ、これはこれでずっとやってくから。ね、コインでやってた時もあるんだけどね、50円玉とかね、クォーターとかなんか入れてた時もあるんだけどね、今はこれでやってますね。うん。で、まあ、もう一つのストラトでね、3シングルで、ハーフトーン使う時なんだけど、まあ、これはバンドで、使うことの多いギターだからね、まあ、ハーフトーンはあんまり使わないから、で、もう2発でね、潔く2発でやってんですけどね。でね、音を変えるのがね、このトーン以外に、この、まあ、ファズも入れてプリセットが全部で、ね、4つあるんですよ、うん。まあ、この4つのスイッチをね、組み合わせて、ライブはね、ある程度いろんな音をね、出せるように、うん、あとまあ現場のね、アンプね、まあ、JC が置いてあることが多いんだけどね。まあ、自分のアップ持って買うときね。JC に対応できるように、まあ、こういうね、ちょっとした小技のスイッチとかに入れてあるんですけどね。うん。
まあ、この辺組み合わせるとね、結構、まあ、オーバードライブ1個持ってけばね、これ1個でなんとかなっちゃうっていうね、形には一応してあるんですけどね。ね、いつも登場するあの、新井のね、1968年の1702程度、こいつはほぼ同じようなことができるように、ね、一応設定してるんですけどね。はい、そういうことで、今日はね、東海のスプリングのピックアップを、何年かぶりに、SH1 からね、交換しましたというね、今日はね、単にそのご報告だけです。はい、東海のね、1983年製の東海スプリンギーのお話でした。Thank you.